近くない？就活応援バラエティー、マナカゼです。はい、なんかそれに今日スタッフがいないということで僕が出るみたいな感じです。そんなスタッフがね、少ない。ちょっといないですか？ゲストでちょっと、そうです。僕は女じゃないですか？おかまだったからいいよ。おかまだったからいいよ。じゃあ行ってきます。はい、お願いします。あったけいや、こっちじゃーん。ここはね、あの音響もやってるから、こうやって機材もたくさんあるんですよ。さあ、かなちゃん、はい、社長お疲れ。あ、みなとさんお疲れ様です。じゃーん、マナカゼのメンバー、スタッフです。どうも、どうも、お疲れ様でした。イエーイ、ありがとうございます。これ決まったのもね、1時間も経ってないそう、ちょっとまだまだ風行ってもいいみたいな、まだ行ってもいいみたいな。あ、大丈夫、そんな番組です。来たけど結構突っ込みたいとこもいろいろあったり、コントローラーがあったりそうそうそう、なんであるんやろ。はい、始まりました、就活応援バラエティー、まだ風。今日はなんとアシスタントの DJ、 ガチの DJ でもあります。おー、ガチの DJ、 おー、 YouTube やってます。そう、 YouTuber を今日は連れてきました。おー、素晴らしい。もうこれ就活番組じゃん。そう、今中高生のなりたい職業ランキングっていうのがあって、中学生の男子のなりたい職業ランキング、なんと YouTuber 第3位で、僕のね、子供小学生なんですけども、もうずっと YouTube 見てるよ。小学校1年生で任天堂のこう 3DS やりながら、 YouTube でその何攻略サイト動画を見ながら、どんどん攻略してるよ。 YouTuber としてこうさらにこう露出っていうのが上がるわけじゃないですか。そうですね。何をもってそれやってみようかなって。クラブで DJ やってたらお客さんと触れ合う機会があるんですけど、うんうん、そのまあフェイス2フェイスでその話をするっていうのも全然なくて、うん、そうなるとやっぱりもっと自分を知ってもらうためにこういう YouTube をやって、うん、DJ じゃない自分のその結構ローカルな感じの姿を見てもらって、もっと親近感を持たせてもらおうかなっていう感じでやってるんですよ。やって思いのほど真面目な回答で俺びっくりしちゃったはい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、という感じで今日はね、はい、ほんまに何やろうな、まあ、なんか真面目に喋ったかな。そう、就活とか FM とか言ってたんで、なんかやばいとか、まあ、硬い感じなのかなって思って。なんかあ、大丈夫、あの世の中のメディアの中で多分真中瀬が一番緩いから、うん、あ、そうですか確かに一番緩いかもね、うん、あ、でも結構好きしてそういうの全然ないですねはい、というわけで毎月第1、第3土曜日、第1、第3金曜日、土曜日ですね。ごめんなさい、ちょっとテンパってます。第1、第3土曜日夜10時から放送しつつ、はい、YouTube やニコニコ動画でも放送しています。はい、放送してます。なのでひらがなマナカゼで検索をお願いします。はい、ありがとうございます。というわけで、はい、今日の、スピーチはこれで終わります。すいません、ちょっと上がってしまいました。はい、それではまた。いつもスピチューブ見てくれてありがとな。これからもよろしく。